サッカーのアマチュア最高峰日本フットボールリーグ JFL で戦うビアティン三重は、新しい監督に三重県出身でモンゴルの代表チームを率いた経験もある馬瀬修一氏が就任すると発表しました。馬瀬氏は四日市市出身の50歳で、選手時代にはアメリカやクロアチアなどでプレー。その後、当時 J1 のジェフユナイテッド市原千葉でイビチャオシム監督の通訳を務め、指導者としては J2 のブラウブリッツ秋田やモンゴル代表などで監督を務めました。馬瀬氏は地元の三重に J クラブを誕生させるという使命を担うことに対し大きな喜びと大きな責任を感じております。これまでのサッカー人生のすべてをかけて戦いますとコメントしています。